はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム IF アンヤ王国編第18章ですね、やっていきたいと思います。18章前のところでとりあえず、娘の館内イベントをやりました。イベント内容は全く一緒だったんで、とりあえずもうサクッと飛ばしてって感じですね。で、ちょっとマイルームによってなんかイベントが起こるみたいなんで、ん？どうしたんだ？ん？なんだ？起こしてあげよう。なんか立ったまま寝てんのか？すげえな。これなでと。これさ、ぶん殴れんの？ほら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 。おお、あれ？起きた。殴って起こしたぞ。撫でて起こしてくれたの。優しいわね、ミカミックスは。別に撫でたわけじゃないぞ。ミカミックスとの時間はあっという間ね、ということで、とりあえずじゃあ一緒に過ごすか。お前さっきまで寝てただろ。いいわ。来て。次のハートまでは4つか。好きにしていいわ。あ、上がんなくなっちゃったよ。うおお、気難しい。気難しい奥さんだ、まったく。お、これはめっちゃ増えるぞ。と思ったらまた。いいわ。来て。お、これはメーターアップの。わあ、また。絆が深まった。よかったわ。でもこんなのじゃ足りないの。今度はもっといいことしましょう。今戦争中なんですけど。では戦争に向かうか。18章。これなんだこれ。黒城の王子。小太郎の野望を打ち砕いたミカミックスは休息のため中立国出雲公国へと立ち寄る。そこでは思いもかけない再会がミカミックスを待っていた。またかよ。どうせまた白夜の誰かと会うんだろう。イズナとはまだ会ってないっすよね。アンヤでは出雲公国。なんだか綺麗な場所に着いたな。ここは出雲公国よ。古くから神々のいる国として知られているわ。それに他の国々が対立をしている時も常に中立を守り続けているの。中立国か。少し寄っていくのも悪くないかもしれないな。戦いが続いてみんなもそろそろ疲れが出ている頃だろう。そうね。それに情報も必要だわ。白夜王都周辺はきっと警備が厳しいけれど、今の私たちにそれを知る術はないもの。その点中立国の人々なら何か有益なことを知っているかもしれないわ。そうだな。では出雲公国を訪ねてみよう。パスポートとか持ってないけど大丈夫かな。はじめまして。いきなり王様に会えるのかよ。よく来てくれちゃったね。アンヤ王国の使者さんたち歓迎するよ。アンヤってあんまり評判良さそうじゃないと思うんだけどな。さあさあ、狭苦しいお城だけどゆっくりしていっちゃってよ。あなたは？僕はこうイザナ。喋ってきた。あはは、すっかり申し遅れちゃって悪かったね。あなたがこうっていうか、こいつ変身してんのかな、それとも本人かな。とんでもなく軽い。よく国民の支持が得られたわね。恐ろしい国だ。すごい。なんだか仲良くなれそう。イザナさん、よろしくお願いします。こちらこそよろしく、エリーゼ様。私名前言ったっけ。あ、いやいや、だって君たち王族じゃない。名前ぐらい知ってるに決まってるよ。うん、化けてるっぽいな。でもアンヤの人間だよな、もともと。あいつ名前なんだっけ、忘れちゃった。そうなんだ、途中で殺されたやつ。いや、それより君たちタイミングがいいよ。今日は大きな宴を開くつもりだったんだ。実は今君たちの他にもすっごい大物ゲストが来ちゃってるからさ。大物ゲスト。うん、はいはい。なんと白夜王国王族の皆さんです。皆さんか。兄様。何？なぜここに。ミカミックス。
みんな下がれ。ミカミックス、こいつらは危険だ。なんだと？卑劣なアンヤ王国の手の者がザレ事を。ほう、聞き捨てならんな、その言葉。国の侮辱は私が許さんぞ。侮辱などしていない、真実を述べたまでだ。貴様、相当私に切られたいと見えるな。かかってこい。ダメ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 、ストップ。君たちこんなところで剣なんか抜いたら条約違反になっちゃうよ。条約違反？そう、我が出雲公国内では条約により戦闘行為が禁止されています。これ破っちゃうと王族様でも厳罰に処されちゃうから気をつけてよね。というわけで君たちは全員武器を下ろしてください。これは皇后イザナの命令だよ。仕方ないな。しかし気を許したわけではない。たとえ獲物はなくとも好きあらば撃つ。まあまあ喧嘩しないの。いくら戦争中でもこの国にいる限り戦っちゃダメ。この武器は君たちが国を出るまで大切に預かっておくからね。じゃあ宴の準備ができるまで城内でごゆるりとおくつろぎあれ。うん、偽物っぽいけどどうなんだ。まさか白夜の者たちとここで出会ってしまうとはな。すまん。マークス兄さん、いや謝る必要はない。仲間思いのお前のことだ。大方私たちを休ませようとしてこの国への訪問を決めたのだろう。その思いを誰も責めることなどできん。兄さん。おい、ミカミックス。龍馬兄さん。何？一体何をだ。そう構えるな。別に何かするつもりで来たんじゃない。少し弟の顔が見たくてな。なるほど。そう言って好きあらば白夜王城に連れ帰るつもりか。そう噛みつくな。先ほどはつい頭に血が昇ってしまったが、この国の条約を犯すつもりはない。白夜王国を継ぐ者としてそのような失態をするほどバカではないさ。ああ私とて同じだ。暗夜王国第一王子として国の信用に関わる真似はできんからな。そちらが仕掛けてこないのであれば私も無礼な真似は慎もう。なんだミカミックス。兄さんたちなんだか似ているな。ザレ事を言うなミカミックス。このようなものに私が似ているわけがない。そうだぞ、俺だってじゃなくて顔だって俺の方がいくらか整っている。貴様喧嘩はやめてくれ。僕が言っているのは見た目ではなく中身のことだ。第一王子として立場を重んじるところや、それから国を継ぐ者の覚悟や礼節とでも言えばいいのか。そういう中身の部分で二人の持っているものが似ていると思ったんだ。中身だと？そんなはずは。はっ！お、なんだ、いきなり一般兵が出てきた。いたぞ、白夜王国第一王子だ、捕まえろ。お前ら何しに来た？っていうかイザナじゃん。あ、やっぱり化けてたな、これは。アンヤ兵？なぜここにアンヤ兵が？さあさあ兵士たち、龍馬王子を捕らえちゃってください。何？貴様ら何をする？やめろ、離せ。お前たち何をしているんだ。この国での戦闘は禁じられているのではなかったのか。どういうつもりだ、イザナ公王。私はイザナ公王ではありませんよ、マークス様。何？おお、やっぱ出てきた。お久しぶりでございますね。なお前はゾーラ。やっと正体を表せましたよ。白夜の王族たちの手前、イザナのふりを続けるしかなくて苦労しました。おい、本物のイザナ公王はどうした？イザナ公王はとっくの昔に牢屋の中にぶち込んでます。今頃さっき捕まえた龍馬王子や他の白夜王族の皆さんと仲良くやってるんじゃないんですか。ま、処刑までの短い間ですけどね。処刑だと？ガロン様にも内緒で我が軍内で柵を立てていたのですよ。白夜の王族が国賓として出雲公国に招かれたという情報が入ったので、幻影魔法で皇王になりすまし騙し討ちをして一網打尽にしようかと。まさかそんな計画を。これでよかったじゃなくて全然違うし。いや、よかったよかった。これで戦争は一気に肩がつきますね。そして私はマクベスやガンズを出し抜き一気に出世の道を進むのです。
では私は処刑を取り行ってきますゆえこれにて失礼。うおすげえな。待てゾーラ兄さん。白夜の王国の者は敵だ。だがこのようなやり方は気に食わん。正々堂々と戦って勝ってこそ暗夜王国の真の勝利となるのだ。こんな形で戦を決しても私にとっては意味がない。王族たちを解放しに行くぞ。ふふ。どうした。いや、マックス兄さん、やはり似てるな、龍馬兄さんに。もしこのような敵同士ではなかったら案外仲良くなれたのかもしれないな。まったく。寝言は寝ていってくれ。そんなことより皆を集めて戦闘準備を急ぐぞ。先ほどのゾーラの様子だと処刑までの時間は短い。わかった。ってことは普通にゾーラたちと戦うのか。メンツ的には、あ、そう、結構もうみんなあれなんですよね、上級職になったんで、これで十分か。あ、ドーピング剤を持ってくるの忘れた。まあいっか、しょうがない。死なないことを祈る。20体内に敵将ん全敵将撃破。全敵将ってなんだよ。まずこいつとここら辺に捕らえられてんな。あとこいつか。いやー普通に俺たちに剣を向けてくるとは。ここら辺のちょっと今20ターンあるとはいえな、あんまり突出しすぎると確実に死ぬからな。宝箱あったな、2つ。これを0だな。もう緑の区域にも入るのも危険だからな。こんな感じでいいかな、そうすると。左は。右もあったな。レベルアップ。うんうん、まあいい上がり方だな。こっちだな。ここは下と上にも分けないといけないのか。こっちは下から行くか。そうするとマークス兄さんを完全に壁役にして、でレオン、あれってかさ、左側回復役いなくねこのままだとエリーズ派遣しないとまずいなこれ。ちょっと待って、あんまりエリーズ出しすぎても死ぬからな。どうする？カンナか。魔法魔法してんな、こっちの舞台。かなり偏ってる。うおー、なんだ。痛い。能力が。うおー、こいつもか。フリーズか、これ。あ、そうだ。例によってこれになってた。やってくるか。いてててて。おお、環境オンと。こいつを誰でぶっ倒すか。とりあえず主人公は上に行こう。いけねえし、もう別に誰を上げてもって感じだからな。追いはぎ、くー、はい、強なったかな。よしよしよし。まあ20ターンギリギリかけていくか。こいつが邪魔なんだよね、どう考えても。なんでこっから、あれ、あ、そう、いいんだよね、こいつが魔法使ってんだよね。ウィークネスか。大丈夫かな。くーらい、いって。さあそれで狙っていく。大丈夫だよな、ちょっとすっげえ不安なんだけど。お姉様をここに、斧、斧、いや3打でいこう。やっぱり射程2から反撃できるのが一番いいからな。さらばだメイド、スーパーサンダー、サンダラ。痛かったかしら。これ超強え、マジか。
ジェネラルをちょっとここら辺に配置するか。でこいつここに置いて、とりあえずはなんとかなんな。であとはこいつを倒しつつ、ソーサラーだから多分普通に攻撃した方がいいな。メイドでいくか。1残るな。一発で倒せねえかな。なんでみんな1残るんだ。マックスは動けないからな。勘弁してくれよ、まったく。よし、これで倒せる。爆炎手裏剣。うわ、なんとかなりました。で、できればエリーゼを左に派遣したいけどな。マークスが動けない。誰だ、使ってきてんの動けないやつ。こいつか。敵もだいぶあれだな、強いやつが出てきたな。こんな感じにするか。ここはちょっとレオンで壁を作ろう。うわー、今度はカンナが。やばい、来た。12か、結構食らうな。敵だ。で、まだ戦える。ダメだ、ゼロって。そばにいるわ。ちょ、おお、危ねえ。よーし、オッケー。信じてたぜ。本持ってのって結構格好悪いよね。すぐに終わる。聞いて。足りないだ。いるか、こいつも。 50% か、かわせ。よーし、やめろ。ナイスだ。あんまり強力な感じではないけど、楽しませてくれよ。いいね、こいつもかわさい。お、必殺。これ倒したな。オッケー、アングルがよろしくない。来るか。おお、9。何、16。やばいやばい。いっていっていって、とりあえず倒せました。いやいや、この程度とか余裕ぶってる暇ねえだろ。こいつもやばい。え、マジでひでえこと言うな。おお、回復危ねえ。リザイア、マジリザイア最高だ。やばいぞこれ。リザイアで回復が間に合わない。死んだか。やられた。終わりか。マジか、オーディンが死んだ。悪いが撤退するぜ。ここきついな。結構敵の猛攻が激しいからな。こいつもやばいな。届かないか。ここ12、こいつを派遣するしかない。攻撃じゃないよ。夏祭りでレオン、レオン死ぬのはマジ最悪だからな。力も上がらなくていいんだけどね。でこいつを左に持ってこう。ここ結構詰まってんな。で、いやでもこいつな、あんまり進めすぎると死ぬ恐れがあるからな。とりあえず倒せるよね。左の宝箱を開けに行くか。おい、もう終わりか。いやー、まさかオーディン殺されるとは。どうしようかな。下に行くかな。こいつ主人公はやっぱ上に行こう。ここら辺のあれだな。ここか。モズメで狙って。サポートするわ。
ほう。いい塩梅やな。主人公をちょっとここに置いて、カミラもここに置いて、下だなこいつらは確実に。でやっぱりジェネラルを壁にして、こいつはちょっとこっちに行こう。よし、開けろ扉を。どうしようこいつ、ここだな。あの弓兵は来れないから、マークスは一応ちょっと援護を入れてこいつをぶっ倒す。くらえ。ありがとう。塩らしいな。あれ間違えた、狙うやつ。まあいいや。死なないでくれ。多分匠とレオンが同じ立ち位置なんだけど、匠ほどのこの強さを感じられないな。こいつをぶっ倒す。ジークフィートはねかなり強い。まあマークスだけど99回、異常なんだけど。オーケーオーケー。でカンナを、うわーカンナもすげえ減ってんな。流石にするかファイヤーでいくか。悩ましいな。超鎧が重そう。勝負あったよ。そいつも殺したくはないからな。オッケーオッケーオッケー、ミスってくれた。重装歩兵対重装歩兵。うわ来た。いてててて、これはガードされるよな。防塵はちょっとね、これが厄介だな。敵が使ってくると、うわ24、かなり危険だ。主人公死んだらゲームオーバーだからな。いや3点うおかなりやばい。メイド回復いけるな。春しかないのか。とりあえずここの2体は倒しとかないと確実に主人公死ぬ。とりあえず宝箱開けよう。マスタープルーフか。でモズメちゃんでこいつを倒す。さあ行くわよ。で主人公どうだ、これで倒せるか。うおまためっちゃシック合うな。いて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 、危ねえ危ねえ。リザイア強いな。8レベル、魔法防御が低いな。そうかやっぱりめっちゃ食らうと思ったら、サンダーでいけんな。いやパワーもあんなこいつら。よしよしよし、興奮がない。上がったけど、でフェルシアを復活させて春使えば多分持ち直せんだろう。これリライブにしよう。よしこっちも回復すんな。でこいつはもうこいつでぶっ倒せんでしょ。倒せんねえし。あ防塵し、ちった間違えた。まあしょうがねえか。斧の方がいいな。ひねり潰してあげる。まあちょっとこいつらとはガチンコの戦闘になりそうだ。下からいけんのかな。そうするとまあ普通にこれはあれだな。こいつで無双してもらって倒せない。
うん、微妙だな。いやーでもなー、こいつらがどこまで来るかだな。あ、来ない、動かない。よしよしよし、そうと分かれば反撃できないところから。来てない。そしてカンナじゃ届かないな。26はさすがに食らわないと思うけどな。で下はお二人で行くか。そうするとまず弓で狙った方がいいかな。倒せる。80か2回か。お、これは来たな。すーげえ必殺技の確率高いんだけど異常だこいつ。一応くっつけていこう。で回復をさせつつ、 OK OK。 左の敵がまだだいぶ余ってるからな。気をつけてね。無駄無駄。あと1回でその防御ゲージみたいなのがたまんない。あぶんね、死ぬ。カフェ出すのか。いやー、せめてもうみんなヒットポイントだけはやっぱりドーピングしとくべきだな。負けるときは負けるぞ。相変わらず不吉なことを言うな。お前は。今何ターン目だ。どこで変えるんだっけな。これか。5ターン目か。全然余裕だな。増援さえ出てこなければ。とりあえずこれでガードポイントがたまったと。標的は沈黙。こいつやばい、マジでやばい。マークスどれくらい減るかだな。結構減るといえば結構減るけど、え、強くねえか。魔法で攻めた方がいいか。そうするとすげえ、あんま変わんねえし。んー、厄介だな下の敵が。まずこいつぶっ倒して。大丈夫だ。ほいほいと。悪いな。レベルアップ。ちょっとレオン派遣しよう。まだまだちょっとターンには余裕があるから、こいつ自分で回復しないといけないしな。傷薬使って、その間に向こう側に行くか。こいつも多分動かないな。そうするとちょっとこんな感じでで歌って、こいつを倒せるかどうかだな。倒せるな。ゼロはね、魔法防御が高いんで、こういうやつには強いな。ウィークネス一回使おうかな。そうすると陣形を整えよう。よし、これでとりあえず OK かな。んー、ちょっといいや。レオンが攻撃できるところに来るまでは。来たか。みんなの盾になる。無駄無駄。あ、そうだ、この弓はあれだ、射程1じゃ攻撃できないんだ。見てー、倒す。セコン、余計。まだ足りないな。レベルは4。ま、さて、こいつをサイトをかけて。なんか最近ただボスがね強いんすよね。前回そうだったけど、ちょっとウィークネスかけよう。2個しかないけど 51% か。微妙だな。ミスった。ミスったけど経験値は上がる。レオンがここまでしかいけねえか。
じゃあこいつはもう一回回復しとこう。傷つき。よし。これやっぱさ、下ろしといた方がいいよ、絶対。カンナで攻撃できねえし、カンナで。じゃあ下に行くか。このターンちょっとな、ウィークネス効かなかったのが痛えな。だっていくつ食らう？すげえ。倒せるな、ただ。こいつここに置いて、流石使おう。いや、ファイヤーの方が強えな。そんな、なぜあなた方が私に攻撃を。私は、アンヤ王国のためを思って戦っただけですよ。なのになぜ。いや、勝手な振る舞いをした。その報いを受けろ。魔法書 B。 そして最後はモズミにしよう。一般市民にやられる屈辱を味わうがいい。さよならだ、ガロン王様にご報告を。いや、息の根を止めろこれは報告される前に息の根を止めるべきだ。おお、金持ってる。よし、こいつ下に派遣できるな。そうすると、何スレンドスピアって何、射程2から攻撃できるの。欲しい俺によこせ。うわ、なんだ、ひどい敵が出てきた。まあ、1体ずつ確実に倒していくか。私たちならできます。いいね。で、モズメここに置いて。いや、なぎなたより弓だな。弓レベルを上げたい。えらい。うわ、銃。いや、こっちの舞台強えな。で、フェリシアも倒せねえけど、もうしょうがない。俺は本気だ。おお。よし。レベル、あ。こいつはもう25か、早いもんだな。めっちゃ強くなったし。これ、アクアで倒せるんじゃない？倒せるね、100%。あ、結構強い、アクア。おいーす。で、宝箱を開けて、こっちはもう完璧だな。よし、力の雫だ。結構いいの手に入れた。力こそ全て。サンダー。かわいそうに。このボスキャラみたいなのを、レオンで。減るけどな。減るけど、だいぶこっちも攻撃できるからな。まあ、いや、行こう。くらい。きれい。20か。かなり強えな。これで今、魔法防御下がったぞ、あいつの。よし、一気に回復。これはそうすると、カンナを投入する必要が2か。ここはこれ、多分あれだよね。流石か。溜まってないか。溜められると死ぬからな。覚悟はありません。うわっ、びっくりした。クリティカルが出たのかと思った。ちょっと待って、これ大丈夫か。そもそも大丈夫か。回収した方がいいんじゃねえか、こいつ。これ倒してもさ、だってもう一体いるもんね。マジ大丈夫かすっげえ不安なんだけど。こいつの戦闘力を見よう。力25、こいつ力24、こっちの方が強いじゃねえかよちょっと回収しようかんな。防塵かんな。あれ、これかんなが、まあいいや、ちょっとわかんない。失敗したかもしれないけど、しょうがない。
こいつ左行くか。多分渡り合えるな。おい。こいつも行けるな。行けないか。くそ、こいつら勝てえな。アーマーキラー的なもん持ってくればよかった。危ねえ危ねえ、大丈夫だよな。何、ガードが発動したか。んてか全開してたな。交換したのか。いってえ、そろそろきつくなってきた、ここの舞台も。うおー、全開か。まずはこいつで攻撃。ちょっと待って、カンナでいけるか。カンナはね、あれがあるんですよね、バシュってやつは。名前がわからん。くぜ、マークス防塵敷いててかなり贅沢だな。これがあの、バシュッ。役立つ。そしてリライブで回復すれば、これでレオンでクリーンヒルでやれば二人とも疲れてんな。俺が休ませてやろう、永遠の眠りで。あれ、それは敵将撃破で終わりだっけ、ここのマップって。でも死にたくねえかんな。まあ、このターンで倒せるやつを倒していくか。じゃあ倒せねえし、これは、まあ反撃を食らわないだけマシだな。うんだ、くらえ。強すぎる。ほら、私の勝ち。こいつレベルいくつ？ようやく2か。おお、力と防御がさすがだな。でこいつを倒して、でもう敵将倒しちゃおう。ほい、次は誰？いい感じで上がっていくな。次は誰？技すげえ。でこいつで最後倒して終わりだな。2とか言って。危ねえ、倒せるとこだったよ。ひ弱すぎんだろ。4レベルか。 OKOK。 まあオーディーン殺されちゃったけどな。また戦死者が出たよ。お前の負けだな。さあ、白夜の王族とイザナコを解放するんだ。なぜです、私はあなた方の敵を捕らえたのですよ。感謝されてもいいほどなのに、どうしてこのようなことを。卑劣な愚か者め。そのやり方が気に入らないんだよ。え、レオン様、恥さらしだ。お前は、お前のようなやつが我がアンヤ王国軍だと思うと吐き気がする。ミガミックス兄さんたちから聞いたよ、イザナコ王になりすまして敵国に騙し討ちを仕掛けたんだって。よくもそんな卑怯な策を練ったものだな。このまま生き恥を晒すより死んだ方がマシなんじゃない。まさかおやめくださいレオン様。私が間違っておりました。ですから命だけはどうかどうか。お、諦めなよ。僕はお前のようなやつに慈悲なんてかけない。塵になるがいい。おお、殺したか。殺した。レオン、何も殺すことは。いや、これはね、ちょっと王様に報告されちゃうからね。どうして、ミカミックス兄さん、こいつを生かしておいたら僕たちが白夜の王族を助けたって父上にバレてしまうかもしれないんだよ。それはそうだが、前々から思ってたんだけど、ミカミックス兄さんは甘すぎるんじゃないかな。敵は敵、その場で倒しておくべきなんだ。でないと仲間になったからといってもいつ裏切るかわからない。そうだろう。
ゾーラを生かしておけば父上やマクベスに余計なことを喋られるしね。死人に口なしだよ。ああそうだな、レオンの言う通りだ。おお、現実を見つめ出した。分かってくれて嬉しいよレオン。もしお前を敵に回していたらどんなに恐ろしかったんだろうな。ん？何か言った兄さん。いや何も。おお、宴か。すげえいっぱい人がいる。助けてくれちゃってありがとね。ほんと命拾いしたよ。さあお礼にどんどんごちそう食べちゃいなよ。軽いね、偽物と同じくらい。今度こそはと思った。私が間違っていたわ。なるほど、やはり恐ろしい国だ。こっちのイザナさんとも仲良くなれそう。無事でよかった龍馬兄さん。うん、龍馬兄さん。おい、裏切り者が来やすく龍馬兄さんに話しかけるなよ。話しかけるのに許可が必要なんだ。せっかく助けてやったのに随分な態度だね。はあ、何か勘違いしてるみたいだけど、お前らは僕たちなんかに僕らはお前たちなんかに感謝の気持ちなんて持ってないよ。あんなの助けてもらって当然だ。あら、白夜王国の方はなかなか恩知らずなのね。何？元はといえばそちらの兵士の不手際なのだろう。むしろ謝罪の言葉が欲しいぐらいだ。まあ怖い顔。貴様、言わせておけ日野か。命が助かったことは確かにありがたい。だが俺たちがもし逆の立場でもきっと同じことをしただろう。だから礼は言わん。こちらも感謝されたくてしたわけではない。ただ暗夜王国の王族として当然のことをしたまで。お前たちのことはここを出たらまたお互いに戦って倒す相手だとしか思っていない。みんな。だがたとえ敵同士だとしても、こうしてみんなで食事ができるなんて夢のようだ。もしかしてこれが最初で最後かもしれないな。ここを出たら俺たちはまた。あの、ミカミックス兄様、その久しぶりにお会いできて嬉しいなって思って。お元気そうで何よりです。さくら。ああさくらも元気そうでよかった。ミカミックス兄様。む、あなた私のお兄ちゃんのことを兄様って呼ばないでよ。すみません。エリーゼ。だってどうしたアクア。微笑ましいなってそう思っただけよ。だってこうしていると一つの大きな家族みたいなんだもの。少々仲が悪すぎるがな。でもそれでも構わないわ。私も嬉しいのよ。両国の兄弟たちとこうやって食事ができて。そうかアクアも。ああそうだな、たとえひとときの間でもこうしてみんなが揃ったことに感謝しよう。できることならここにいる全員が誰一人欠けずに戦争が終わればいい。これから殺し合う相手に対してそう思うのはおかしいのかもしれないが、今だけはいいよな。オーディーンをやられたけどね。というところでまた犠牲者が出ましたね。オーディーン、リザイア無双がなちょっとできなかったのかな、痛いんで、まあとりあえず18章これで終了したいと思います。